日今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネルガンゲーム。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回、BO3 の方で、新しいモードが来たということで、新武器だらけの、ガンゲームということで、ちょっとやっていきたいと思います。最初はリフト E9 か、ちょっと、最初から苦手な武器なんですけどー、ちょっと待ってくれ。リフトとバンシーってあるじゃん、このエネルギーガンみたいなやつよ。これね、僕ね、苦手なんですよね。危な。マーシャルはね、デュアルかなり強くて、バンシーなんか当たったけど、バンシー苦手なんですよ。次、HD40-40? これは、オーマイガー。この銃は確か、レートが遅いサブマシンガンですよね。サブマシンガンって言っていいのかわかりませんが、オッケー。次は、HLX4、ファストマグとイエロー、大好きですよ。大好きな銃なんで、多分いけると思う。オッケー、いけた、いけた。PPSH、あれ ?PPSH って意外とブレひどいのか、グリップリス系、いや、そうでもねえのか、ようわかんないけど、DIY、待って、来るこれ、敵さん来るか ?DIY、釘銃。ポン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 、おー、これ楽しいぞ !FFAR! 最近忘れたこの新武器、ガハー !FFAR は、これなんかついてる、サイターは何もついてないけど、ファストマグはついてるよね、確か。登ってたね。ちょっとこの人追いかけて、あなたの命ちょうだい。オッケー、いいですよ。M16、これ欲しいですね。追加されたこのバスト銃はやっぱ欲しいんですけど、次、ピースキーパーマーク2。待って、サーマルサイトついてる、これ。やっぱサーマルサイトついてる。これちょっとあかん。僕はサーマルサイトそんなに得意じゃない。次、ガリル、リフレックスとロングバレル、遠くが狙えるぞ。ガリル、どうも、ガリル。次、MX ガーランド。これ確か2発でキルできるやつ。ガーランドってさ、ほんと強いのがね、これ。まあ確かに2発でキルできるっていう、シェイバーみたいな扱いっていうのはいいけど、どうもこんにちは。オッケー、あっち行けた。レベル 8? LV8 バジリスク。まあバジリスクですな。これちょっと欲しい銃の一つとして、R70、これはライトマシンガンですね。どうですかね、どこいるんやろ、顔出して。オッケー、うわ、うるせえ。このガンゲームでさ、140ポイントのこの RSA で結構な人がつまずくんじゃない、これどっかで砂線とか起きちゃうんじゃないの、これ。ほら、砂線じゃねえか。砂線じゃん、これ砂線。ちょっと待って、ほら、いっぱいいるもん、砂線。オッケー。次、DBSR だよ。マジか、あれちょっと DBSR って2発でコッキングじゃなかったっけ、1発でコッキングしたんですけど。いけると思うんですけど、オッケー、次、ランチャーかよ。ランチャー、オッケー。次、D13、これは、ディスクのやつですかね。ディスクね、難しくね。ディスク難しいと思うんじゃよ、わしは。痛い。クロスボウ、早くね。クロスボウの人が1位だとしたら、次、ちょっとなんだろうね、最後なんだろうね。この D13 意外と楽しいかもしれないけど、ちょっと難しい。オッケー、次、あ、18ってことで、19がクロスボウで、オッケー、ラスト、バリスクラフ、これ大好き、欲しいんです。終わったし、まあ、勝てたからいいとしましょうか。でも、バリスティックナイフ、もうちょっと使いたかったな。バリスティックナイフね、まあ、最近ね、アキさんがフューリーソード出してくださったんですけど、やっぱ欲しいです。近接もできて少し遠距離も狙える武器じゃないですか。これね、欲しいんですよ。またアキさんに出してもらわないといけないですね。ということで、まあ今回1位になったということで、この新武器だらけのガンゲーム、ただいま暗号機2倍が来ておりますので、暗号機稼ぎにもちょうどいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。